じゃあ18年ヒストリックコレクションっていう名前が戻ってきます。次回なんですけど2019年からやっていくんですけど、ここまでまたちょっとだいぶ変更点が多い。ああそうですね、いろいろ変わる年が2019年になりますので、できればマーフィーラボ、多分、うん、マーフィーラボ出るよっていう2020?21 とか、そうですね、そのぐらいまでちょっとバッと駆け抜けられたらいいかなと。はい、はい、始まりました何ヶ月ぶりぐらいなんですかねこれ。今回前めっちゃ暑かったんで、夏終わり、夏8月9月ぐらいちょっとあったんですよね。なんかありますか？あ、そうそうなんです、買ったんですよ。ああ、じいちゃん触発されてついにセカンドファースト、ありがとうございますセカンドと呼んでください、セカンドの男とユニフォームみたいな、ユニフォームがそうなんですよ。今最近ねファイネストギターズみんなこれでじいちゃんでやさせていただいておりますんで。お、何これ？これはあれです、あ、買った、触れないでいいです、これ買ってないです。オメガ買ってます。買ってないです。オメガの時計買ってます。買ってないです。それ僕それに触発されて、僕もこれ今度今回これです。かっこいいやつ、これです。いろいろ買ってますね。ベルロスですね今回は。大人のたしなみっていうところでたまにあの、まあまあ、あれなんですよ、でも時計つけてるとその店頭で時計の話とかお客さんとやってたりするんで、まあ、そういうのも結構ね、あの話としては面白いんで、うん、まあ、ギターみたいな嗜好品になるので、まあ、時計もね内緒で買ってますので家族には内緒で買ってますので言って、まあ、見ないでしょうからねいや、どうですか、わかんない、内緒にしといてくださいお願いしますじゃあそろそろやっていきますか。やりましょう。ちょっと伸びたな結構。じゃあ、あ、髪？髪伸びすぎて、髪じゃなくて雑談が、あ、雑談が、あ、スタートします。ああ、はいはい、じゃあ押します。じゃあタイトル言う、たまには。いや言わないです、言わない、はい、言わない方向でいきます。はい、お願いします。よーい、スタート。はい、では始めましょう。20分一本勝負 R9 スペック大作戦、今回のテーマはアニバーサリーでございます。イエーイ。前回ね、次アニバーサリー出ますってところで終わったので、今回はそのアニバーサリーモデルからやっていきたいなと思っております。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ2019年、なんでしょう、書いてますけどはい、アニバーサリーなんですね、はい、60周年アニバーサリーで、50周年アニバーサリーっていうのは前回やって、2009年で発売しましたよっていうところだったんですけど、はい、今回はそれから10年経ちました。そうだよね、はい、10年経ってるね。10年経って60周年アニバーサリーを発売します、うん、まあ、カッコあるんですけど、ここはもう私書いていきますね。ちょっと待ってくださいね。赤ペンでいいかな。こう祝といりますか？いや、いらないと思いますあれ、これ点いるんだっけ、祝って。まあいいか、この辺だったっけ。まあ祝ってことで、はい、じゃあ何が変わっていったのかっていうのをちょっと説明していきます、はい、まあおさらい、最近なんでね皆さん知ってるかもしれないですけど、ちょっとおさらいっていうところでやっていきます、うん、じゃあまずロゴの時代が変わります。これあのギブソンロゴってことですね、ヘッドのインレイが、ちょっと G の文字とか見ていただければ分かるんですけど、今この辺にもしかしたら出てるかもしれない今物がないんでね、なかなか、ね、あ、そうそうですね、なかなか見せられることができないんですが、そこは変わってますよと、はい、次シルクスクリーン、これはレスポールって書いてある字体ですね。これはちょっと淡くなってます。ちょっと黄色っぽくなった、で字体もちょっとシュッとしてるような感じのシルクスクリーン変わってます。であとインレイで、インレイはこれパワロイドいわゆるものなんですが、はい、ちょっと色味が変わってます。これ実はいわゆるちょっと白っぽかったのがちょっと黄ばんだ感じの雰囲気にしてあるっていうのがインレイですね、はい、で次、スイッチバックプレートに60周年アニバーサリーという形で刻印をしてます。噛んだ？いいえ、大丈夫、大丈夫で、まあ、これカッコジルコニアって書いてあるんですけど、はい、これ何ですか、これ何ですか、テーマ。人工ダイヤモンド、人工ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンドをつけてあるんですよね、はい、うん、かわいい、キラッと、ね、キラッとしてる、こう裏返してキラッとしてる、ライブ中とかね、こう弾いて、いや、あのソロ終わったぐらいでキラッと普
通のもついてる、ね、あ普通のプレートも、あそっか、キラッとはさせない、プレーンのやつに変えるか、キラッとさせた方がいいと思う、こうやらないかな、じゃあ次いいですか、もういいですか、はい、いいっすよ、じゃあ認定書、これが、はい、ゴールドの特別仕様になります、まあ、ゴールドのカラーですね、金色の仕様の、こういう感じのものが、はい、になりますっていう、で次、まあ、これはもうね、うん、アンポッテッドのカスタムバッカー、まあ、ピックアップですね、これが変わっていきますよと、うんうん、まあ、これなんか違う、普通のカスタムバッカーとロー付けをしてない、そう正解、ロー付けしてないんですよ、ハウリングを防止するために本来、ね、はしてあるんですけど、ロー付けをしていないと、はい、昔のものは結構それをしてなかったっていうところで、まあ、近づけるようにアンポッテッドっていうのを採用しましたと、うんうん、で次、ラックス社製のバンブルビー、これは以前は、ギブソンレプリカバンブルビーっていうのを使ってたんですよ。はい、でそれをまあ変えてしまいと、ね、変えてしまいね。まあ、まあ、多分これこういうね、新しいピックアップとか、まあ、この次に説明するようなところで、ね、まあ、含めてそれを多分変えたんじゃないかなと。トータルで、うん、はい、変えましたよ。変えました。8だよねこれね、バンブルビー。違うの。いやまあまあいいか。いや。はい、次、CTS の 500kg のオーディオテーパーポットに書いてあると、まあ、カッコして、まあ、ヴィンテージカーブって書いてあるんですけど、あの通常とまたこうね、落ち方が変わるというか、はい、ボリュームの落ち方、トーンの落ち方っていうのがここで変わってきますよと、これはね新旧引き比べていただければ、あもうここはこの3つ以前以後、うん、はい、違いますよね、違いますね、ありがとうございます、13、14年以前以後と最近だとここっすよね、そうですね、これより前かとかでも結構違うと、うん、違ってきてますよっていうところです。で次、ボリビアウッドシバンの仕様っていうのが存在します、うん、します。で、この時、最初材料選んだんですよ、はい、僕らで、いい材料に一回これ採用してみたってこともやってます、うん、で一応僕ら分かるように SKUSKU っていうのは、まあ、ギブソンの中での何て言うんですか、品番というか、うんうん、番号と、まあ、あとはシリアルとかで一応判別可能です。で、使用書、まあ、何ですかこれ、認定書にも、書いてあったりしました。あ、うん、ありましたね。ありました。で、ハンドセレクテッドの冊子がついていることが多いです。あ、いいでしょ、分かりやすいでしょ。そう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 、今もうないんですけどね、それ。それをつけてあるので、そこにボリビアとかっていう形で。書いてたことがあります、はい、であと ABR は丸み、丸み丸み、 ABR 自分で書いてながら丸みこれどんな感じですか、これあれですよね、こう装着した時のこの横の両端、あ両端のエッジの部分、あ両端のエッジの部分、あ両端のあのいわゆるポス、あの なんていうのこれ、アンカーじゃない、なんていうの、スタッドスタッに入れるところの外側、外側、外側、分かりやすいかな。どうなんだろう。ちょっと丸くなってるというところですよね。そうですね。ちょっと落としてあるみたいな、うん、角を。どんどん丸くなっていくかもしれない。いや、2040年ぐらいにはもう丸かもしれない。怒られちゃうな、これ。どうなんですか。あんまり変なこと言うと。はい。で、これまでが2019年の R9 のスペックになります。はい、どうです。他まあ、特にそうっすね、でも今にも今にも今でも採用してるようなところ結構多いっすね、通じるところありますよね、うんうんうん、まあほぼほぼここでできたじゃないですかね。まあそうっすね、うん、結構好きです僕は、あ結構好き、音色だけでいけばチャリーンとした感じがね、そうっすね、ありますよね、チャリーンで合ってます、いや合ってます、合ってます、チャリーンとした感じで、あ結構あれですよね、ボリュームでかくすると気持ちいいですよね、うん、ここのギターこれ多分カスタムバッカーとかこの辺、この辺とかこの辺とかが多分影響してるんだろうと思うんですけど、うん、わこれはもうね、ぜひでかい音で出してほしい出してほしいです、そうですね、うん、いいですかね、19年、時間的にはまあ余裕ですね、今日はいい感じ、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ次いきますね、2020年、これ残念ながら
自由を切る60周年アニバーサリーが終了します。これなんでですか。いやもう前年にやってるんで、そうですね、1年だけっていうことなんですね。ですここ祭りは、うん、これもねなんかちょっと値段高くなってる感じがしてます最近。確かに、うん、あもちろんこれマーフィーっていうのもあるんで、ああ、うん、高い、はい、高い、はい、高いです。マーフィーペイントもやってるね。ありますね。ありました。ペインテッドエイジド高い困っちゃいますはい、じゃあ次1960年の60周年アニバーサリーがスタートします。おお、2年に続いて、やっぱそれはそうだね。ここでやっぱり19ってところで60周年、はい、20は何それのったらここですよね、やっぱり、ね、そうですね、はい、でこれ今回 R9 じゃないんですけど、一回ね面白いのでちょっと説明したいなと思っております。はい、じゃあ準備しようか。はい、これ一回これ一回これ一回次ちょっと斜めっちゃったらごめんなさい。はい、はいはいはい、ああ消えちゃうんでね、斜めっちゃってても大丈夫かな。気になります、気になりますか。大丈夫ですか。ありがとうございますはい、じゃあやっていきます。これ60周年の1960アニバーサリーのスペックっていうところでやらさせていただいております。ありがとうございますで、60周年の60っていうのは大きく分けて3種類に分かれていきます。はい、これですね。で、バージョン1、バージョン2、バージョン3っていうのが存在をしていきます。どれが一番好き。あーせーので言う。あー難しいな、うじいな。じゃあいっか。じゃあじゃあバージョン1っていうのがまず、まあ、簡単に言うと59年のレスポールスペックです、うん、まあ、いわゆる、59のアニバーサリーとあんまり変わらない、変わらない、見た目もあんまり変わらない、うん、で、ネックシェイプも同じでオーセンティックの、59のミディアム C っていう、はい、ネックシェイプになります。もう変わらないですね、うん、で、これが一応60年代、まあ60年代じゃない、60年の前期の仕様でバージョン1っていうのは作られております、はい、で、ちょっとカラーいってしまいますね。で、カラーは、2種類です、バージョン1、はい、ディープチェリーサンバーストっていう色味と、はい、アンティークイティバースト、アンティークイティバースト、はい、になります。これカッコつけてるんですけど、これは何かあります。これは、はい、エリック・クラプトンが使ったとされるあの B のエリック、エリット、エリット、やべえ、こんなとこ間違えて超怒られる、エリットはすっげえ怒られる。エリック・ラ B のですね、 B のクラセ言ったら怒られるじゃん見てるかもしれないよクラプトン B のね、 B の実際モデルも出ましたけども、そうですね、はい、B のレスポールって言われるものに、採用されたカラーですね。まあ、B のって言えないので、そうですね。それはまあここはアンティクイティバーストって言われる色味っていう名前になります。まあ、これね、多分今でも使えると思うんで、まあ、欲しい人は言ってください。作りましょう。ぜひ作りましょう。はい、次 V2、はい。はい。オーセンティックの60年のスリム C っていう色、ものになります。はい。でこれじゃあ何なのかというと、まあ、簡単に言うと前期中期後期って分かれてるんですけど、まあ、ちょっとまあここ説明前ですがで、中間なんですよね、ネックシェイプで言うと、V3 よりも薄くなく、うん、59ネックよりも太くなく、はい、中間です。中立です。中立国です。これ国っていうか国ですね。いや何だろう中間にね、酸性とアリカリを混ぜたみたいな。違う、そしたらどうなるの。分かんないな。頭が、まあ、まあ、いかれちゃいそうな。真ん中のやつですよって覚えてください。で、まあ、これ変更点まだあります。はい、ノブがまず、メタルトップハットになります。はい、まあ、これそうだよね、もちろん。60年からメタルトップハットになるので。この辺に出るかも。そう。で、ここはスペック一緒なので、普通のトップハットです。ゴールドの普通の。はい。はい、で、次。ペグがダブルリングのクルーソンペグに変わります、はい、ここは
シングルです。シングルです。シングル。変なこと言ってた。何を言ってた。シングルですね。はい、じゃあ、色言っていきます。V2 っていうのは、トマトスープバースト。うまそうですね。ああ、次は結構うまそうなんだね。2個目、オレンジレモンフェード。うまそうだな。ちょっとフェードしちゃってるからな。ちょっとあれかな。退職しちゃってるのかな。この2種類。やっとあれですよね。60らしい。60らしいカラーですね。赤が強い。ああ、そうです、そうです。そうです。見た目にも。ここでやっぱ号泣っぽいんですよ。そうですね、色味もちょっと濃いめの、はい、でここはトマトスープバーストとオレンジレモンフェード、はい、で色が採用されます。これはここにしかないんですよ色、うんうんうん、で V1 でここの色とかっていうのはないです。勉強になりますね。勉強になりますね。で色で判別もできるし、V2 と V3 はほぼほぼあれなんですけど、まあ一番目は色ですかね、判断する点は、うんうん、まあ、B のじゃねとかさね、言いたかったけど、はい、じゃあ次 V3 いきます、はい、で、V3 はオーセンティックの、60年のスキニーシーっていう、これもね薄いです。もう薄いよね、もう結構薄いの、60年代って感じ、うん、60年代っていうのを、60年代初期って感じ、はい、初期60初期っつったらちょっと年代初期、60年代初期のギブソンっぽい感じでしょ、うん、そうですね。まあまあ薄いと思っていただければ、うん、で、仕様的には V2 と一緒です。メタルトップハットダブルリングのクロスオペクっていうのを採用します。でこれは60年代後期、あ、年代じゃない、60年の後期、はい、まあ、1年間でまあね、こう3種類ありますよっていうところです、はい、で V3 では色いっていきます。ワイドトマトバースト、うまそうですね。うまそうだね。いや、トマトスープが一番多分うまい。飯系多いな。うん。飯系多いね。次もそうですもんね。飯じゃない。飯じゃないけどね。次、ウォッシュドバーボンバースト。酒だね。酒だ。だから俺的にはトマトスープバーストでここ飲みながら。わかんない。で、まあ最後デザート的な。あ、チェリーもあるじゃん。ああ、まあすごいね。あ、アンティークイティだけがちょっと違うんだな。飯じゃないんだ。飯じゃないんだな。まあしょうがないよね。はい。で、ピックアップはこれすべてカスタムバッカーの、アンポッテッド。アンポッテッドになると。まあ、これは前回のその号泣と同じ仕様ですね。で、同じようにスイッチプレートも、60周年アニバーサリーの特別仕様のものがつきます。認定証もそうだよね、はい、認定証何色だったっけ、シルバー、あれだったような、シルバーだったような気もします。教えてください、書いてくださいね、コメント欄に。シルバーでしたって。はい、じゃあここで、60周年の、まず60を終わります。はい、じゃあ接種を16分ですね。いい具合。4分開けていきますか。どうかな、こんな感じ。ドンドン、お、いいんじゃない、いいとこじゃないこれ、うま、ありがとうございます。はい、じゃあ、今これが終わりました。さて21年、はい、もうね今年が22年、いいですよ。ほらもう追いつけ追い越せだよ。追い越せはないけど追いつけ追い越せ。やっとだな、はい。で、マーフィーラボ21年スタートします。あ、これね、今までのエイジドとちょっと違って新たなエイジドがスタートする年なんですね、はい、で一応、ざっとだけもう、あのね、これ以上書いてないんで、僕今日ここで終わらなきゃいけないんですよ。今17分なんで、あ、じゃあ、ええ、詳細は、詳細はまた次回。ああ、いいですね、ところになってます。時間足りないですか、ね、うん、そうなんです、うん、じゃあ行きますね。マーフィーラボっていうのは4つのエイジドからなります。まず、ウルトラライトエイジド、はい、これは、クラックは入ってるけど打痕はないよみたいなコンセプトです、うん、はい、はい、で、ライトエイジド、これは、ウルトラライトのクラッキングに打痕が入りますよっていうところですね。でヘビー
エイジド、はい、これが、クラック、打痕、塗装剥げ、うん、エルボーのところとかはこれ塗装を剥いでくれます、はい、はい、くれますって言うんだけどでウルトラヘビーエイジドっていうのはじゃあヘビーと何違うのっていうとこれ大まかに言うとこれネックです。ここでは、ネックの処理をしてないんですけどエイジングを。ウルトラヘビーエイジドっていうのはネックのエイジドもしてくれますっていうところですね、うん、これが次回ね一個ずつちょっとまあ説明しなきゃいけないと思うんですよ。そうですね。そうなんです。で、やってるモデル、やってないモデルってもあるんで。ああ。そうなんですよ。ウルトラヘビーはじゃあ何でもできるのかって言ったらそうでもない。はいはいはい。うん、そこがね、なかなか難しいところです。ああ、楽しくなりそうですね。だから次は多分ウルトラライトエイジだけで終わっちゃうかな。そんなやるんですか。いやだって20分やれるモデルやれないモデルもあるし、これをやってますよ。基本的にはね。それは M2M とか、ああ、まあ、その何 PSL とかそういうのはまたちょっと抜きにして、はいはいはい、PSL って何の略？基本プリソールドリミテッド。おお、さすが。M2M は大丈夫。皆さん知ってますんで。一応抑えのために。あ、俺ですか、はいはい、メイドトゥーメジャー。あ、かっこいい。まあね、ファインネスはどんどんそれをやっていくのでこれからもそればっか考えてますね、ほんとね、それがね一番楽しい時間ではありますね。 そうですね、それが、はい、はい、もうほら19分です。余裕を持って余裕を持ってやらさせていただいております毎回はい、じゃあそろそろね締めないと30秒前ぐらいになってきてるんで、はい、はい、では次回マーフィーラボやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録って言うんだっけ、ちょっと言ってみる、チャンネル登録って言うんだええいつも言ってチャンネル登録って言ってみて、チャンネル登録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 高評価高評価高評価ダメだな、ディレイつけようと思ったチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺は押したよ。ありがとうございます。